ごきげんさん。何だろう。皆さん、はじめまして、谷山美香です。よろしくお願いします。はじめましてからしては、えらいなんか月持って、はい、寸劇から始まり、まあ、言いましたけれども。そうなんです。あの、はい、今週土曜日が中秋の名月なんです。うん、そうやねんね。はい、十五夜ということで、十五夜と一緒に甘いスイーツを楽しんでいただこうということで、今日は夜光アイス寝屋川店に来ています。え、夜光アイス、はい、そうなんです。どういうことそれ。夜にアイスを食べる、ね、そうなんです。詳しく聞いていきたいなと思うんですけれども、うん、はい、あのもうね、夏も終わってすっかりと秋めいてきましたので、夜にね、月を眺めながら甘いアイス食べるんて、うん、いいじゃないですか。いいよ。ちょっとね、お話を伺っていきたいと思います。夜光アイススタッフの松葉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、こちらですね、いつもは夜の営業ということなんですけど、はい、今日は特別に取材のために開けてくださっております、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いつも営業時間って何時から何時までですか。はい、普段の営業時間は16時半から、うん、営業終了が24時になっております。24時、はい、結構夜遅くまで ね、 そうですね、営業されているということで、はい、私もすごい気になってるんですけど、夜アイスって何ですか。そうですね、夜アイスは一応コロナの時期にオープンしたお店になっておりますので、夜お店が開いていない時にドライブデートなどでこちらに寄っていただいて、そちらからデートにいただくみたいな感じになります。めっちゃいい。なんかちょっとキュンとしますね。まあ、ここでね、ドライブ来ていただいてテイクアウトで持ち帰っていただくっていう形ですよね。はい、こう夜の贅沢にぴったりだなと思いますけれども、商品はどんなメニューが揃ってるんでしょうか。そうですね、アイスはいろんなものがございまして、季節限定のものもあるんですけど、うん、一応一番売りにしているのは自家製の生チョコだったり、はい、自家製の杏仁プリンで、全て店内でお作りしてから提供させていただく形になっております。なんかあの噂によると、下にクロッフル、そうですね、クロワッサンの生地で作っているワッフルが中に入ってる感じになります。クロワッサンの生地で作ってるワッフル、はい、そうです。いや、ちょっと楽しみですけれども、じゃあ早速ね、私もあのいただいてみたいなと思うんですけれども、はい、すいません、お待たせいたしました。すごい、自家製生チョコアイスでございます。これあの食べたいんですけど、スプーンを、スプーン、こちらのすいません、ありがとうございます、はい、え、これちょっと待って、インスタ映え写真、私も撮ってもいいですか。携帯、携帯、うわ、すごい、ちょっと女子は絶対撮っちゃうよね、夜光アイスと生チョコ。早速じゃあいただいてもよろしいでしょうか、はい、期間限定ですか、こちら。あ、これはずっとあります。あ、ずっと、はい、定番商品ということでいただきます。わあ、これチョコと一緒に食べたいですね。そうですね。あ、すごいすごいすごい。え、アイスバニラも結構濃いから、そうですね、めっちゃ美味しい。なんか上にもかかってますよね。そうです、上にもココアパウダーがかかっているので、ね、全てご一緒に食べていただけると。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。なんかね、夜の締めにいい感じがしますね。そうですね、ご飯の後とかに食べていただく方も多いので、うん、ね、美味しいです。ありがとうございます。じゃあ続いての商品よろしくお願いします。はい、お待たせしました。期間限定のレモンヨーグルトアイスでございます。レモンヨーグルト、なんか色が綺麗、すごいヨーグルトかかってるだけでなんかヘルシーな感じですね。そうですね。ねえ、ソースもいっぱいやね。ソースいっぱいかかってます。いや、なんかこれ特徴とかはあるんですか。特徴は今ホイップの上に、うん、あのレモンの皮を切ったものが、はい、あの散りばまってるんですけど、ダイスごとにカットされてますね。そちらもぜひご一緒に召し上がっていただければと思います。ね、これ下の層はどんな感じですか。下はクロッフル、ソフトクリーム、ヨーグルト、ソフトクリームで、その中に今多分見えると思うんですけど、はい、あの半分でこうレモンをカットした、 こっちですね。あ、こっち、ごめんなさい、はい、これがこっちですね。はい、うわー、幸せの50層やー。何やそれ、何やそれ。じゃあちょっと早速いただきたいと思います。うん、
あのね、今日スタッフさんがあのお月見のセットをね用意してくださってるんですよ。なんでせっかくなんでこっちでいただきたいと思います。ああなるほど。いやぴったりちゃいます。わけちレモンと言いますそれ。まあいいか、いただきます。まあいいわ、月と黄色が覆ってるわ。あら美味しそう。うわ、うん、熟していくんですね。うわ、うん、今の顔で感じていただけました？全然顔そぐえへんからどうしたやろうと思って。わかった。もう同じお月さんと同じような丸い可愛らしい顔やったわ今。めっちゃ美味しい。まあ丸でしたでしょ。もうね、ヨーグルトとレモンとアイスがほんまにマッチしてて最高。すごいさっぱりしてるから暑い時に食べたい感じです。お前しかも夜にさっぱりね食べたいですよね。そうなんです。夜の締めにぴったり、うん、これこそ締めにぴったりです。ね、いや美味しい。いやヨーグルトいいな。うん。いやそしてもう一つ用意していただいてるということで。はい。うん。続いてはお待たせしました。え、みかんでございます。めっちゃ可愛い。パンプキンみたいな。え？ちょっと。ほんまパンプキンみたいな、ね。ぜひお写真。これみかんです。みかんなんです。みかんが乗ってんの。はい。ちょっとこれこそインスタ映えしそうやから撮っちゃおう。写真撮り写真。うん。そうちゃんとそのほらそういう台が作られていてさ、はい、ね、嬉しいよね。でそれすぐ上げたいんだろインスタとかに。はい、やっぱこのお店もねあの SNS の効果もあったりするんですよね。うん、はい、じゃあちょっとこちらのみかんもねいただいてみたいと思います。はい、みかん上それどないして食べたらいいのよね。ほんまに食べる難しい。食べる難しくなってます、ねね、また本店付きの前で食べるもん。そう、いただきます。はい、どうぞ。はね、はあ、でもスルンって取れるんかな。あ、あ、おーおー、あ、いい感じ、スルッと取れるんですね。うん、甘い。もう甘いどころかジューシー。みかんがすごいジューシーやし、うん、美味しい。ミカが食べるみかんです。ミカ、ほんまや、ミカが食べるみかん。めっちゃ美味しい。これでもちょっとね食べるの難しいですね。そうですね、食べるのが難しくなってますね。これは期間限定商品ですか？これは定番のメニューで。定番の商品です。こちらは定番、こっちが9月中旬ぐらいまでなんですけど、まだ期間がちょっと確定していないので確実なことをお伝えすることはできないんですけど、はい、9月中はやってるかなって感じなのでなるべくお早めに、はい、お願いします。食べたい方はね早めに来ていただきたいなということです。まあ、こちらはテイクアウトだけやけど、ね、他の店舗では、ね、イートインも可能ということで、はい、そうですね、ぜひいろんな形で楽しんでいただきたいなと思います。もう本当にどの種類も美味しかったんですけれども、ありがとうございます。松葉さんが、はい、あの好きな種類ってどれですか？そうですね、一応この瀬戸内レモンヨーグルトっていう商品が私が商品開発した商品になってまして。すごい商品開発もしはったんですか？そうです。なので一番今はおすすめさせていただいているのはこのレモンヨーグルトアイスでございます。あら、絶対食べに来てほしいですね。はい、ぜひお待ちしております。はい、ということで最後にじゃあかわいい松葉さんからお店の PR の方をよろしくお願いします。はい、先ほどもお伝えさせていただいた通り、ネアガーテン以外にも2店舗あるんですけど、9月1日に堺東店がオープンしましたので、ぜひ皆さんそちらはイートインもできるのでぜひお越しください。ネアガーテンもお待ちしております。はい、ありがとうございます。看板娘さんですからね、ぜひ会いに来てください。待ってます。はい、ということで今日は夜行アイスネアガーテンから美味しいアイスをご紹介させていただきました。以上です。